こんにちは、四国メタンです。こんにちは、いつまで続くずんだもんなのだ。本日のニュースはこちら。戸畑祇園大山笠1組不参加。なんで？7月26日から3日間北九州で開催される戸畑祇園大山笠、12段309個の提灯で彩られた4つの山笠を担ぎかっ歩する祭りですが、4組のうちの1組、天内寺が不参加を表明しました。天内寺が今年不参加の理由は、戸畑祇園大山笠の会議や運営に携わる振興会に参加する4組から誰も役員に入れなかったこととしています。4組のうち1組減るってことはかなり盛り上がりに欠けるのだ。振興会はどうして表舞台で活躍する4組の人間を役員にさせないのだ。表も裏方の仕事どっちも知っていればイベントがスムーズに進みそうなのだ。時は遡り6年前の2018年、工藤会系組長の77歳を祝う宴会にていずれの4組総代表4人が出席していた問題が発覚。さらに装飾品費用を水増し請求、補助金2100万円を不正受給で逮捕されているわ。2100万円は凄まじい金額なのだ。でもどうして今年は不参加なのだ。事件発覚の翌年からコロナによるパンデミックで中止、2023年から再開したけど4年空いて新体制の振興会、去年イベントに著しい問題があったからだと思うわ。暴力団との交流は6年前、4組の総代表全員辞めさせられてる影響ね。数少ない北九州の伝統行事だし盛り下がってほしくないのだ。不参加表明の天内寺はどれほど市民の信頼を取り戻せばよいか、いつまで役員に入れないのか、明確な基準を振興会に問いかけているわ。工藤会との関係で言ったら北九州さ。以上、北九州警察は暴力団追放をとても頑張っているニュースでした。続いてのニュースです。テレビ局災害映像共有へ。ええやん。福岡に本社を置く FBS、KBC、RKB、TNC と NHK は大災害が発生した場合ヘリコプター中継映像を共有する覚書を締結しました。これにより被害地域の救助活動の妨げや二次災害の可能性を減らす目的です。報道ヘリコプターは救助活動の邪魔になるのだ。ヘリコプターの音で救助の声がかき消され、そのまま亡くなる人が多いそうよ。ネットの反応は、命より優先される報道はいらない、うるさいし被災者を見つけても助けずカメラを向けるだけ、今年も24時間テレビ開催するのくさと批判の声が多く見られたわ。確かに助けを求めて SOS を出しても報道ヘリならかなりショックなのだ。報道機関のヘリは自衛隊や消防よりも早く到着した場合、被害映像の共有、救助ヘリに無線で救助要請者の位置情報提供、救助ヘリの妨げにならないようさらに300メートル上空から撮影するそうよ。災害状況は気になるけど、携帯が普及した今は被災者自身が撮影できる上空からの映像は一つだけでも十分な気がするのだ。テレビ放送よりも自衛隊や消防に映像提供してほしい件について皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。